どううもでですす今日はですね時間がないといとこととについいいてお話したいと思いますこう何かにね取り組みたいというか何かをやりたいとか何か目標を持ってそれに向かってやりたいとかね、えー、思っていてもですね、えー、時間がないということを理由にやらないということを選んでしまうということが、えー、あるかもしれません。 えー、実際僕もそれでちょっと後回しにしてきたことがあったんですけども、えー、自分の生活の中でね、えー、本当に時間がないかどうかねちょっと振り返ってみるというか、えー、どっかに時間がないかな時間は作れないかなってこう、えー、考えるようにするんですね考えるようにするというか考えたんですねほいで、えー、と僕がそのやりたいことをどこでやるか例えばその 夕方とか夜にやるとですねやっぱりその日々活動してますんでやっぱエネルギーが下がってね取り組む時のその何ちゅうかエネルギー不足というかねなかなかその取り組めない状態ほんで後回しにしてしまうという状態がこう、えー、ちょっと続いててほんでちょっと余裕がある時は取り組んでみたいな形をしてたんですけどもそれをね、えー、自分の中で変えましたでその時間はですね朝です 朝に、ね、こう自分のやることをこういろいろこう僕なるべく早く起きるんですけどもそれでやってたんですけども僕はその朝にですね、えー、将来に向かってですね、えー、向かってというか将来にのためになること、えー、将来自分の財産、ねえー、になることをですね、えー、朝に、えー、組み入れるとかそ,れをその作業をするようにしましたそうすることによってですね、えー、その作業ができるようになりました。 だから朝っていうのはですねその自分がこうやりたいと思ってることを、えー、取り組んでいくんですねだから優先順位を僕は変えたということですねその今やらん絶対やらなあかんことじゃないんですけども将来に向かって重要なことっていうのを朝に持ってきたんですねで朝に持ってくることによってそれをまず全部それを全部違うその,その日に やるじゃないですか、まあまあ、毎日やるんですけどもそれをまずやってから、えー、毎日のルーティーンをその後にやる毎日のルーティーンっていうのはもうやらないといけないというかそのもうやるべきことなんで必ずやるんでそれをね、えー、朝早くからその取り組むというよりはですねその将来に向かって、えー、ためになるというかその財産になることをまず一番 最初の朝の一番こうエネルギーのある時間にえ集中して注いでいくことによってですねそれがこう進むようになってあとは自分の毎日のルーティーンというかそういうものをこ,うこなしていくということをするっていうことですねそうすることによってですね将来にこう広がりがあるし自分の中でその気持ちのねこう将来に向かってやって それもしっかりこれは結果が出るやろうなっていうことを取り組めてるっていうことがね、えー、自分にとってその自信にもなりますしね。 のそのなんというか充実感というかねそういういものも感じられるようになりますしえ将来の楽しみもできてますしえしっかり目標に向かって歩んでいけてるという自分の確信みたいなものもえ持てるようになるということでですねえまあまあえの時間がないからやってない人っていうのはねうん朝の時間まあ夜でもねその エネルギーがある人やったらできると思うんですけどもなるべくね僕の経験上ねやっぱり夜はなるべくだんだん寝る方向に向かってるんでだんだんその副交感神経を優位にするような活動という活動っていうかそのゆったりさせるその,その笑うというかその笑えるというかリラックスできるようなことをするようにしていくんです最後もう寝る前の2時間ぐらいはほんまにゆっくりできるというか気持ちを こう落ち着かせるというか、こうリラックスできる、えー、笑うことができるようなことをこうそこに入れるようにしてますね。それは毎日こう繰り返すことなんで、そういうサイクルにしてるんですね。そのことによってですね、えー、心地いいというかその眠りにもつきやすくなりますし、えー、自分の体、心、体 ううまくく使えるようにななっていくんじゃないかなと思ってますそれで朝にね一番エネルギーが自分がある時間帯っていうのが朝やと思うんでその朝にその将来に向かって一番こうエネルギーを使うものにこう、えー、を集中してこうエネルギーを注いでいく、えー、そういう形をすることによっていろいろなこうメリットというかね自分にとってこう確信に満ちたものがねこう自分の心の中から出てくるというかそういう状態になると 思いいいまますすとうううか僕はそういうふうになってますだから、えー、時間がないと思ってて時間がないというかそのエネルギー不足やなと思ってたものを前に持っていくそれも優先順位をちょっと変えてねそこにやっていくことによってやっぱり心に余裕も生まれますしねあのー、それはね、えー、やるといいかなと僕はその実感レベルでは思います。 ということで今日は時間がないということについてお話しさせていただきました。では今日も吉原行きましょう。どうもありがとうございます。